さーて、前回全部の完全解放を終わらせたから。これでやっと次進めるわ。あ、撮影日はアップデート直後となってます。ここの戦い繰り返しバグ修正されてたわね。ちなみに緊張やばい。アプデ直後に動画作ってれば臨場感あったんですけどね。サボってた中の人が悪い。ちなみに今深呼吸してます。戻るんかい。あ、ちょっと待って。約束図書館へ온건우연이아니었구나롤랑그래지금이순간까지온건내인생에서가장큰도박이었어그렇구나내가자유를얻을수있도록도운건나를위해서가아니었어난너에게보기좋게이용당한거고억울한듯말하면섭섭하지농땡이피운적은없다고철저히네가마지막에도달할때까지내모든걸걸고널도왔어아무리적게쳐도서로이용한거지그래서성과는충분해도서관에온이유는피아니스트같은뒤틀림이만들어진원인을찾기위해서였어그일의장본인이누군지궁금했고결과적으로모든원인은엔젤라너였지네가마지막에발버둥치지만않았어도그런일은없었을거야그럼왜바로나를막거나죽이지않았어첫번째처음널봤을때죽일수있는존재가아니었어두번째네가왜그런선택을했는지이유를알고싶어서세번째네가나와는다른선택을할수있을것같아서그리고네번째마지막에마지막에가장큰상실과고통을안겨주기위해지금넌완전한인간의몸고통도죽음도확실히받을수있지더불어너도나름의큰아픔과좌절그리고상실을겪었다는걸알았어왜그런선택을했는지이해할수있고그래서시간이지날수록고민하는너를보며다른선택의여지가있을지도모른다는생각을해봤어네가다른답을택한다면아주만약에그랬다면나도다른답을선택할수있지않을까하지만결국아니더군네가백만년동안견딘아픔에비하면내아픔은별것도아니겠지만그게어쨌다는거지난그날빌어먹을피아노앞에서맹세했어내게서세계를앗아간도시에반드시같은상실과좌절의슬픔을안겨주겠다고너처럼그렇다면내가겪은고통은누구에게보답받아야하지내가할수있는건하나밖에없었어같은아픔을겪게하는것밖에나에게그답을묻는거야알았다면그리고선택할수있었다면이딴개짓거리를하진않았겠지그래도한가진확실히알아피를피로씻으면이렇게된다는걸엔젤라넌반드시나와같은슬픔을아니그이상의고통을겪어야만해넌내게있어전부였던안젤리카를앗아갔어난오직이순간을위해아는사람들의죽음을반겨라고오랜친구를내손으로직접죽였지이순간을위해네옆에서모든감정을억누르고웃었던거야우는모습은낯선해이제그딴개지랄도끝이야반드시내모든걸걸고네가상상도못할온갖방식으로세상에서가장고통스럽게죽일거야그것도자유로내디디게한걸음전에말이야모든걸빼앗고그이상으로되돌려주겠어난그저내고통에보답받고싶을뿐이야뭐야그약한모습은마지막에와서없던망설임이라도생긴거야아니지그럴리없어넌힘과지식그리고제대로된삶과생명을얻었으니그저손에쥔걸놓고싶지않은것뿐이야난적어도강제적이지않은방법을
넌 빛을 탈취할 때와 같은 논리로 대가라는 명목하에 도서관에 찾아온 자들을 죽였어. 그로 인한 인과조차 고려하지 않고 말이야. 넌 본인 이외의 사정에 대해 알 바 아니라는 태도로 일관하니까. 하지만 비난하지 않아. 비난할 수 없지. 그래, 그게 도시야. 그건 그거고, 이건 이거니까. 그러니 나도 철저히 도시 사람으로서 널 죽이겠어. 난 널 죽이고 복수를 취하고. 넌 날 죽이고 자유를 얻으면 돼. 서로 원색적이고 간단한 하나의 마음가짐으로 맞서면 되는 거야. 너도 다른 생각하지 말고 그저 자유와 복수를 향한 욕망만 품으면 돼. 내게는 고통밖에 없습니다. 그것 말고는 아무것도 바라지 않습니다. 고통은 내게 충실했고 지금도 변함이 없습니다. 내 영혼이 심연의 바닥을 헤맬 때에도 고통은 늘 곁에 앉아 날 지켜주었으니 어떻게 고통을 원망하겠습니까? 아, 고통이여. 너는 결코 내게서 떠나지 않겠기에 나는 마침내 너를 존경하기에 이르렀다. 나는 이제 너를 알겠다. 너는 존재하는 것만으로도 아름답다는 것을. 너는 가난한 내 마음의 화롯가를, 결코 떠나지 않았던 사람을 닮았다. 나의 고통이여. 너는 더없이 사랑하는 연인보다 다정하다. 나는 알고 있나니 내가 죽음의 자리에 드는 날에도 너는 내 마음속으로 깊이 들어와 나와 함께 가지런히 누우리라. まあそりゃそうよね。言語の回使うと思ってたんだけど。本当に初見だから、様子見でね。仮にもローラン推しだからここで心臓キューってなったわ。若干速度ダイスの見た目が変わってるわね。ビジュアルアップデートも来てたからね。0時ぴったりに曲が両爪で公開されてて。聞いてから来たわ。で、当然といえば当然だけど。すごい見覚えがあるページね。はぁ、気が重い。パッシブ、認識阻害の仮面。最低値の速度ダイス一つを選択することができなくなる。パッシブ、反撃。戦闘が始まった時に反撃攻撃ダイスを追加する。パッシブ、執念。攻撃が的中した時混乱抵抗値を5回復する。その代わり負けると混乱抵抗値が8減る。パッシブ、黒い沈黙。左から3つ目の速度ダイスにあるバトルページの全威力がプラス2。おいローランお前味方の時もそんくらい強くあれ。あ、そういえばようやくシャオのページ使い始めたわね。普通に強いんだけど。ほらやっぱり言語の回の方が。やれるだけやったら。うーわこのページ敵として使われるとめちゃくちゃ嫌なんだけど。また嫌なページ使ってきたわね。普通にマッチに安定して勝てないわね。ただローランの耐性は別に硬いわけじゃないのよね。ただよう、これで終わりじゃない予感。
スランダルしっかり2回とも当たったわね。まあ察してたけどさ、なんかこのページ変わってない？ああ、確かに紫色のページじゃなかったわよね。広域ページで落ちててるかと思ったらそんな甘くなかったぞ。まあ一応倒せたけど、はい、ちょっとショックすぎて1分くらい固まってたからカット。ねじれちゃうのかなとか思いながら戦ってたら怪物になったんだけど。つらい。パッシブ、亡者の負荷。煙の副産物が死んだとき次のターンに体力を50消費して煙の副産物を召喚する。ただし体力が300以下だと召喚しない。パッシブ、とぎつい煙、せいよ。攻撃時、秘書が飛びつい煙状態ならダメージ量がプラスにされる。飛びつい煙状態の秘書に攻撃されたとき受けるダメージをマイナスに。ケオされてたけど、耐性情報が弱すぎるわ。こいつってもしかして、いつかのストーリーで話してた煙の根源ってやつなのかしら。煙の根源だっけ？うろ覚えだけど、確かにそんな話してた気がする。まさかプレイヤーの混乱抵抗値も削ってくるとは思ってなかったわ。なんか体力だけ多い化け物って感じ。あ、前回手に入れたイージーオーページね。今考えたらユースケスケア取った方が良かったかも。体力速攻で300下回らせたから召喚しなくなったわね。うん、まだまだ戦闘は続きそう。とうとう嫁を召喚しだしたわね、ローラン。っていうか、とうとうねじれたわね。本当だ、もうローランかどうか。まあギリギリわかるか。速度ダイスのよう半端ないんだけど。ローランのパッシブから行くわよ。パッシブ、魂の接続。速度ダイススロットの数が2個増える。2ターン周期で3ターンの間魂の接続を得る。魂の接続があるとき、速度ダイススロットの数が追加で3個増える。パッシブ
支部、依頼目標、魂の接続があるとき、左から3つ目までのダイスが現在体力が最も低い師匠ターゲットにする。パッシブ、離別。アンジェリカが死亡したとき狂乱効果を得て、使用バトルページを変更。次はアンジェリカさんのパッシブ。パッシブ、魂の接続。狂乱のものと同じ。パッシブ、依頼目標。現在体力が最も低い師匠ターゲットする。パッシブ、証。魂の接続がある間、最後にダイスを振った相手に証効果を付与する。魂の接続ってなんぞ？今表示させてるわよ。よく読んだ結果よくわからなかったわ。平常運転ね。あ、それとここもちょっとバグってたみたい。ローランが使ってきてるバトルページなんだけど、バグのせいで全て黒色のワルツになっているわ。シンプルにこのバトルページ強すぎてシャレにならんのよ。これ、一番最初のダイスに勝たないとこっちのダイス全部壊されるのよ。しかもダイス8から14っていう。演出かっこいいからギリ食らってもいいのかもしれない。当然といえば当然なんだけど、アンジェリカさん、しっかり黒い沈黙のバトルページ使ってきてるわね。もともとあの黒い手袋ってアンジェリカのものだったのよね。アンジェリカさんが生きてた時ってどっちが黒い沈黙だったのかしら。まあそこら辺変に考えないで純粋に捉えることにするわ。うむ、ビナー気絶したか。バグって戦闘狂になったローランがこちら。マジで全部ワルツやんけ。火力やばいんよ本当に。もう勘弁して。そして引き続き黒色のワルツプラス白色のワルツ。ダメだこや。呼ばれて飛び出て言語の会。ゲブラーお姉さんお願いします。そしてこの数分の間にバグ修正パッチが適用されて、ローラン強戦士モードが治ったみたい。逆にびっくりしたぞ。あれ仕様じゃなかったんかいって。とりあえずローランは貫通耐性が死ぬほど弱いから、ゲブラー姉さんに死ぬまでついてもらうわ。もっと言い方あったろ。痛い痛い、やめて。今回は姉貴の BGM も自重した。 BGO に空気読むとかあるんか。火力バケモンすぎる。よし、ローランは速攻で戦闘不能にしたわ。その代わりアンジェリカの方は耐性が強めなんだよな。なんか旦那より強い雰囲気あったけどね。
どっちが嫁かわからん。なんか後ろで見守ってるやついるけど。ええー、虫だ虫。ローラン戻ってきた。はい、オッケー。即落ちローランやめろ。神曲来ました。声抑えめでお送りするぞ。両爪で公開直後に聞いて鳥肌やばかったわ。早速なんかバフがついてるけど、見たことあるバフね。黒い沈黙のパッシブ読むぞ。パッシブ、図書館の記憶。今回のフェーズの間特別なパッシブを得る。体力が 40% 以下にならない。体力が 40% 以下になると次のフェーズへ移行し、混乱抵抗値を全開する。パッシブ、傷跡。毎ターンごとに特定の属性で受けるダメージが減少。25% の確率で該当属性のダメージを無効化する。ローランが召喚する武器を破壊すると無効になる。図書館の記憶に。普通、葛藤ページ。ローランもいろいろ思うところがあるんだろうな。今まで倒してきた奴らの記憶か。今までの奴らのページが強化されたものを使ってきてるみたいだね。ローランが召喚する武器って、ローランが使う9つの武器のことだな。何が起こるかわからないし、一応破壊は試みるわ。読むの忘れてた。パッシブ、ち。今回のターン守備ダイスの威力が1から2増加。守備ダイスでマッチに負けると混乱ダメージを3から6受ける。取り巻きのパッシブ、刻まれる執念。ターン終了時にこの武器が残っている場合、武器が地面に刺さる。地面に刺さっている武器の数だけローランが5ターン目に使用するバトルページの最後のダイスを再使用する。あ、やっぱりそうよね、破壊しなきゃ。
また次の武器たちが出てきたわね。効率よく攻撃ページで仕留められたらいいんだけどな。やべ、武器壊しきれなかったわ。それより光がやべえことになってる。デブラーはコスト減らせてるからまだ問題ないわ。めちゃくちゃオーバーキルしてしまった。これは何？ローランが分身したぞ。サンターンターゲットに指定できず行動しない。めちゃくちゃこっち殴りかかってきてるぞ。右下ローランパッシブ、過去の残像、速度ダイススロットプラス1、感情レベルで速度ダイスが増えない。毎ターンごとに手元とデッキにあるページを全消去し、使うページだけを手元に追加。そのコストを全て0に。パッシブ、鼓動、速度ダイススロットが1つ減る。一緒に攻撃を当てたとき、次のターンに全ての味方にパワー1を付与する。ダメージを与えられなかった場合、混乱ダメージを受ける。左下ローランパッシブ、過去の残像。さっきと一緒。パッシブ、学習。学習ページを使う。このローランに攻撃が命中すると、次のターンにページのコストをランダムに変更する嘘効果を付与する。左上ローランパッシブ、過去の残像。さっきと一緒。パッシブ、押し寄せる鼓動。このキャラは3ターンの間のみ行動し、3ターン経過後死亡する。死亡するまでの間、毎ターンパワー、忍耐を2ずつ、クイック3、保護4を得る。すべての混乱耐性が耐性に変わり、最大体力が 50% 減少する。右上ローランパッシブ、過去の残像。さっきと一緒。パッシブ、熱望。最大体力が 15% 増え、速度が1から2増加する。情報型。っていうか行動しないって書いてあるじゃない、なんで行動してきてんのよ。
ジブラーの強化力で速攻一人消し済みにしたな。あ、行動しなくなってる。残るは一体、まあそや押し寄せる鼓動も気が残るよな。あれ？さっき1ターンズルした分きっちり休んでくれるローランおじさんの図。1ターンおまけしてくれたのはラッキーね。早速攻撃ページ使ってきてるけどな。これで終わりだな。黒い沈黙、絶対完了だぞ。
え？